都内で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに260人確認されたことが分かりました。過去最多を更新した昨日の366人を下回ったものの、悪化傾向が続いています。今月は都内の感染者数がほぼ三桁で推移し、初の300人台となった昨日以外も200人台の日が目立ちます。 昨日のデータでは感染が広範な年代地域に及んでおり小池知事は昨日からの4連休にできるだけ外出を控えるよう都民に呼びかけていました。